はい、生き生きロコモチャンネル、知っておこう骨と筋肉のための4大栄養素ということで、お話しいたします。4大栄養素、まあ、4つ、まあもうすぐ言っちゃいますけども、4つ、この4つですね、タンパク質、カルシウム、ビタミン D、ビタミン K。もうこれはですね、骨とか筋肉のこう専門の、方々、先生たち含めて、皆さんもうこうだろうというような、その4つですけれども、ちょっと順番にね、お話しさせていただきます。ですね、まずタンパク質ですね、大事です。まずですね、人の体は大体タンパク質でできてます。細胞もですね、細胞以外の内臓とか皮膚とか血管とか、大体こうタンパク質でできてます。であとですね、こう体の機能を果たす、酵素、いろんなこう反応する酵素ですけども、それも大体タンパク質でできてます。で、筋肉はですね、やっぱりタンパク質なんですけど、骨っていうと皆さんカルシウムの塊というふうに思ってられるかもしれませんけど、実は半分がタンパク質で半分がカルシウム、ちょうど半々ぐらいです。骨にとっても、タンパク質は大事ということになります。で、このタンパク質ですけどもね、やっぱりこう、人間の体でですね、こう多くのタンパク質があるんですけども、実はそのタンパク質というのは、アミノ酸という部品がですね、長くつながったものが、アミノ酸です。タンパク質です。で、20種類のアミノ酸から人のタンパク質はできています。下の図にありますような、これアルブミンという人間ですごく血液中で一番多いタンパク質ですけどね、この紐状になってます。紐状を小さく見るとアミノ酸がいっぱいつながってて、いろんなこういうふうな構造をしています。で、このアミノ酸ですけども、そのうち11種類はですね、人間の体で作ることができますけども、9種類は作ることができません。食品から、取るしかないんですね。で、その食品から取るしかない9種類のアミノ酸のことを必須アミノ酸と言います。だから食事からしっかり必須アミノ酸を取るということが大事。じゃあ必須アミノ酸ってどんな食材に含まれているかというと、動物性の食品、つまり肉、魚、牛乳、卵で、植物ですけど大豆製品は必須アミノ酸がたくさん入ってます。はい。でですね、じゃあそのタンパク質、どれぐらい取ればいいのか。だいたいですね、体重 1kg あたり 1g ぐらい取ろうって言われてます。だいたいこう標準的な体型の人でいうと、男性は 60g、女性は 50g ぐらい、ただグラムで言っても何のことか分かんないですね。だいたいですね、この表にありますように、マグロとか鮭とか胸肉とか豚の、豚肉ですね、とかだとだいたい 100g あたり、肉屋さんで買ってきて、グラムですね、 100g あたりだいたい 20g のタンパク質が入ってますですね。で、あと、卵、牛乳コップ1杯、豆腐半丁、これでだいたい 6g ずつなんで、例えば 60g にしようと思ったら、肉 100g、魚 100g、切り身1つぐらいですね。あと、卵と、豆腐半丁と牛乳1杯飲んだら、それでだいたい 60g になります。で、こういうわけでですね、で3食のうち2食は、肉か魚のしっかりした主菜を食べるというふうにすると、だいたい 60g 取れます。でですね、年を取るとタンパク少なくていいかと逆なんですね。年を取るとですね、こう消化する効率も吸収する効率もアミノ酸を利用する効率も悪くなってきますから、若い時の2割増し取ろうということになっています。はい、いいですかね。はい、タンパク質のお話でした。で、次にカルシウム。で、カルシウムはですね、やっぱり骨に大事でですね、で半分はカルシウムでできています。で、それ以外に、カルシウムはですね、神経の機能とか、それから、血液の中の、凝固ですとかね、そういったようないろんな役割を果たしています。なんで人間の体っていうのは、血液中にもカルシウムが入ってて、でそのカルシウム濃度が一定に保たれてないと、なかなかこうちゃんと体が働かないということがあります。
じゃあカルシウムを食べる量が少なくなったらどうするかっていうと、血液中のカルシウムの濃度を保つために、骨を溶かしてカルシウムを補充するんですね。っていうことはどういうことかっていうと、カルシウムの摂取が少ないとただ骨の材料が足りなくなるというだけじゃなくて、積極的に骨が溶けていってしまうとということを意味しています。というわけで十分なカルシウムを取るということが大事。じゃあどれぐらい取ればいいのか。でこれはですね、もうだいたい1日800ミリグラム、ミリグラムぐらい取ろうということになっています。海外はもっと多いです。で日本人はだいたい平均的な人がですね500ミリグラム取ってると、ちょっと少ないんですね。だからプラス300ミリ取ればいい。じゃあ300ミリって言ったら何って言ったら、牛乳コップ1杯200ミリグラム、ヨーグルト1カップでだいたい100ミリグラムぐらいです。だから、普通の食事、皆さんが今されている食事に、牛乳コップ1杯とヨーグルト1カップ、だいたいそれが目安で、もちろん牛乳飲めない人もいるかもしれません。豆乳でもいいです。また ここの表に書いてあるような、カルシウム含んだ食材をちょっと、試してみてください。ということで、プラス300ミリグラムのカルシウム。はい、次です。で、ビタミン D ですけども、ビタミン D はですね、腸からのカルシウムの吸収を良くします。で、不足するとやっぱり骨が弱くなります。筋肉も弱くなることが分かっています。で皮膚に紫外線が当たるとビタミン D ができますけども、冬場とかですね、なかなかこう仕事とか家の中のこと忙しくて外に出られない、家の中でずっといたりするとですね、なかなか日に当たらないので、そういう場合どうするか、栄養で取ります。で大体ですね、日本人の 80% から 90% はビタミン D が足りてないということになっています。また最近のいろんな報告でですね、新型コロナの感染で感染しやすかったり重症化しやすかったり亡くなっちゃったりする人は、ビタミン D が欠乏している人が多いというふうに、いろんな報告がされていますので、やっぱりビタミン D が大事ということになります。はい、でそのビタミン D ですけども、どれぐらい取ればいいのか、何を取ればいいのか、もうこれは魚とキノコですね。もう魚の方が、量が取れますので、やっぱり魚をたくさん食べるということが大事と思ってください。魚の切り身一つ食べたら1日の所要量が取れます。はい、最後ビタミン K です。ビタミン K はですね、骨の石灰化に必要なオステオカルシンという、タンパクがありますけども、そのオステオカルシンのこう成熟に必要なんですね。でビタミン K が少ないと海外の報告でも日本の報告でも骨折が多くなるということが分かっています。例えばですね、日本の場合、西日本に足の付けの骨折の人が多いんですね、ということが分かっています。でその西日本で付け根の骨折が多い県というのは、納豆の消費が少ないということになっています。で納豆にたくさん含まれているので、西日本の、関西人に納豆を食べませんので、なんで、西日本の方が、骨折が多い。で東日本、日光が少ないのでビタミン D が足りないので骨折多いかなと思ったら逆なんですね。ということで、ビタミン K はですね、そういうことで、納豆によく含まれています。で大体納豆週3回ぐらい食べとくと間に合うんですけども、それ以外に緑の野菜にたくさん入ってます。小松菜、キャベツ、あと青汁とかも入ってます。というわけでですね、ビタミン K に納豆と緑の野菜ということになります。でよく言いますサバ缶ですけども、これはですね、タンパク質が入ってます、カルシウムも入ってます、魚なんでビタミン D 入ってます、あと血管に EPA とか DHA とかいうものも入ってます。なのでやっぱり魚、サバ缶簡単でいいですね。で、ただ塩分に注意して、ちょっとこう食塩の量をですね、1グラム前後のものを選んで買われる方がいいかと思います。で、これに納豆をつけると、4つの栄養素全部入るということになるわけです。はい、でですね、今日のお話は、知っておこう骨と筋肉のための4大栄養素、タンパク質、カルシウム、ビタミン D、ビタミン K、分かっていただけましたでしょうか。はい、それでは終わります。